Yeah, あの波、あの加藤久のり、粉々になった iPhone 4 Yeah どうなってんだよ、ちょっと落としただけだろ。2、30センチですぐ粉々、仕方がなきすぎむきゃ、そっぺん言ってることもよくわかる。店員も心ない笑顔でリンゴの方に電話しろってな。もっとランケしろよ、できるなら裏じゃねえよ。まさにスマートフォン太いやつが全然いない。変幻自在に対応しない。ぶっちゃけその日のテンション次第、期待も何もない。金の差が弱すぎんだら大優勢、レインゴに電話回収です。とか働いたいに繋がらない。もう勝ってるのかお前らってな。画面粉々になった iPhone 4、やつのダウンメージ I don't know。 結局出てこない回答も、金だけ渡せばハイだぞ。隣のノリの iPhone クルメクルメ、なんか売られる更新どうだどうだ。悲しい瞳で見つめてるの、可愛すすぎるだろうマジ。では僕を傷つき違うさ、聞いて話して恐れ違うでしょ。知りたくいさまこれがまだ気になってきたいさ。アポイントパン、どな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 、画面直せ、どなどなどな、サトオトチャンス、サトオチャンス、サトオチャンス、サトオチャンス。おい、そうだよ、お前何聞いてくれよ。うちのママもさ、iPhone4 も同じことだったんだよ。買って2日でやろう、2名3000円だよ。そうだろう、したんだ、どうやったんだ。掘り返すぞ、この野郎。